では、定刻になりましたので、今日の、経産科学技術特論 A の、第4回目ということで、ハイブリッド並列化技法ということで、片桐先生に、ご講演いただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、第4回ということでハイブリッド並列化の、技法という中身の、講義をしたいと思います。まあ、ここにありましたようにあと2回今回入れて2回で終わりですけども、まあ、この今回と来週というのはなかなか特徴的な講義でしてあまりハイブリッドの、技法自体を、まあ、講義するという授業はないと思いますので、まあ、比較的今回非常に面白い内容で、担当させていただいてどうもありがとうございます。でですね、ハイブリッド MPI 実行を話す前にですね、このハイブリッド MPI というのは実際の並列計算機の構成と非常に密接な、事項でして中身をちょっと知ってないと理解できないのでまず簡単にですね実際の並列計算機の構成の例というと、ことで東大センターに入っている計算機を、ご紹介したいと思います。ですまず T2K オープンスパコンなんですがこれは例で出てきたんですけども、まあ、こういう計算機が入っているんですが、まあ、特徴的なのがですねノードの構成です。でこれは紹介したと思いますが1ノードですねメモリーが共有になっている範囲内においてまあ、ソケットと呼ばれる、まあ、シリコン台が4つ入っているわけですね。でそれが物理結線されていて共有メモリ計算機を成していると。でそのソケットの中には4つの、まあ、コア CPU が入っていて合計で 16CPU が、まあ、1ノードにあるという形態になります。で、まあ、こういう形態の計算機っていうのは非常に電力が低くてかつ性能高い性能を得るために作りやすいので増えてきているんですが、まあ、後から説明しますようにハイブリッド MPI 実行っていうのはこういうようなソケットと組み合わされたノードで構成される計算機の上で非常に、まあ、効率よく動く仕組みであると。でかつ、まあ、後からまた話しますけども、通信を、まあ、減らすことができる仕組みであるので、現在取り使われているという技法に、なっています。で、まあ、結構面白いのはですね、こういう計算機っていうのは1CPU の中で、見ますと、まあ、コアがさっきも示したようにソケットごとに、まあ、分散されていて、ソケットの中にはキャッシュが、まあ、L1、L2 ってキャッシュが、まあ、あるとして、さらに L3 はこの4つのコアでシェアードの、メモリになっていると。当然メインメモリも、4つのソケットで、まあ、シェアードになっていると。それが結線されてネットワークにつながっていますから、まあ、非常に多段の階層を持つ計算機になっていると。全体から見るとそういうような多段の階層を持つ計算機になっていると言えます。でこういう構成はですね、今のスーパーコンピューターというのは普通に取るようになってきたので、こういうようなメモリ構成を考慮してプログラムを高速化していくというのが技術的な課題になっているというのが分かります。でですね、CPNUMA って言葉も出てきたんですが、これは特に OpenMP の前回のところに出ましたけども、どこに、まあ、でアクセスすべき配列を置かれるのかっていうところで、性能が変わってくると。で普通はですね、何もしないと OS 任せで、こういうような分散されたメモリーのどこかにデータが置かれていて各コアから、データをアクセスするんですが、自分がアクセスするコアが例えばここだとして最も近い血栓上最も近いところに置かれる場合は早いわけですね。で、まあ、そうじゃなくて、まあ、たまたま遠くに置かれてしまうとアクセスが遅いような、計算構成になっているというのが特徴です。まあ、ですので、まあ、こういう特徴を利用してなるべくアクセスされるデータが、身近のメモリに置く、方法で、特にスレッド並列 OpenMP によるスレッド並列をする場合に、まあ、有効になる手法がファーストタッチというのがあったんですけど、こういうようなハードウェア構成と、まあ、密接に、プログラム技法が、関わっているということになります。でですね、まあ、これは複数のソケットがある計算機の例でしたが、まあ、もう1個東大センターには計算機があって、まあ、FX10 ですね、まあ、K と、まあ、同じなんですけど、まあ、その、計算機の例を、示しますと、まあ、これはですね、まあ、中身を見ますとソケットと言われるものが1個だけなんですね。なので 16CPU コアがあるんですけども、実際のところはシリコンでは1個だけになっています。これが、まあ、大きな、違いです。まあ、ですけど CPU は16個あるので、それが一つ違うのと、その、まあ、L1 キャッシュっていうのは個別にあるんですが、 L2 シェアードの L2 キャッシュっていうのは16個 の、CPU コアで、まあ、シェアードしているものになります。まあ、だからこの辺がかなり違うなという構成になっています。まあ、
こういう構成でもですね、後から話しますように、ハイブリッド MPI 実行が、まあ、有効になるケースがありますので、まあ、こういうCPU の違いに関わらず、まあ、今検討しなきゃいけない配列化の技法の一つとしてハイブリッド MPI 実行というのが出てきます。で、まあ、通信はちょっと省略しますけど、まあ、ちょっと話しますと、FX10 は通信の単位がノードごとに、こう一つの豆腐という単位でできていて、これはまあ、ハードウェアの構成、通信ネットハードウェアの都合でそうなっているんですけど、12個の、ノードで1豆腐を形成して、管理していると。でこの1豆腐の塊ごとに、ここに示しましたように、3次元、トーラスで配置されているのが全体の、作りになっている、まあ、これは K とかの作りと同じですので、ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、こういうような、作りになっているというのが、FX10 の、構成になっています。ちょっとここは中身は省略しますが、全体構成としてはこういうネットワークになっています。でですね、それで次にですね、ハイブリッド MPI 実行を行うにあたり、実行形態ですね、MPI の実行形態、スパコンでの MPI の実行形態が、かなり影響しますので、これも、ちょっと例として話を、します。でですね、まあ、これです。スーパーコンピューターを使っている方は当たり前かもしれませんが、初めて使う方っていうのはおそらく、スーパーコンピューターって普通の PC とかと違った使い方になっているので、ここで、なんというか戸惑われる方がいるかもしれないので、そこからちょっと話しますと、大体ですね、スーパーコンピューターシステム2通りの実行形態で、提供されているのが普通です。で一つはですね、インタラクティブジョブ実行ってやつで、これは皆さんお手持ちの PC とか、まあ、パソコンですね、その、まあ、実行のようにですね、コマンドを打ってそのまま実行させるという、ものです。でこれは、まあ、ごく当たり前にできるかと思うと、スパコンの世界ではそうではなくて、あまりこういう形態で提供していることはありません。まあ、理由はですね、こういう実行形態であると一人が占有してしまうことになって、しまって、まあ、稼働率が下がるんですね。なのであまりこういう形態は運用側からするとやりたくないと、まあ、ただしですね、プログラムをデバッグするときはさすがにこういうふうに手軽にできないと、デバッグできないので、そういう目的のために用意されていることがあります。で東大の場合はですね、まあ特殊、まあ、ある意味これ汎用的ではないんですけども、インターネット実行は、まあ、1ノード16コア使える環境2時間までと、8ノード128コア使える環境10分までという環境で、提供している形態になります。まあ、ですのでこういうインタラクティブ実行ができなくても、それは普通だと思ってください。ではどういう形で、まあ、スパコンで実行するかというと、バッチジョブ実行というやつで、これはバッチジョブシステムに、まあ、処理を依頼して、まあ、実行するという方法です。でこの形態でかなり大規模な、実行ができるようになっていて、まあ、例えばですけども、東大の運用形態だと、FX10 では最大1440ノードですね、2万3040コアまで6時間まで使えるというのが常時、提供されています。ですので大規模実行は、まあ、普通の実行も踏まえて、皆さんバッチジョブ実行でやるのが普通になっていると。でこの状況でどうやってそのハイブリッド MPI の実行するのかというのを、書かないといけないので、非常に密接した話になります。でまとめるとですね、まあ、スパコン環境で今日ではバッチジョブ実行というのが、まあ、標準になっていて、まあ、ジョブの依頼するんですけど、まあ、バッチのQですね、ジョブ待ち行列に仕事を依頼して、システム自体がジョブを取り出して実行するという形態になっているということです。でですね、まあ、さらにですね、コンパイラーですね、コンパイラーの話をしますと、まあ、普通はそのコンパイラーを使ってプログラムをコンパイルして、その対象の計算機で、実行できる、まあ、実行可能コードを生成するのが普通なんですが、計算機によってはですね、実際に実行する環境の CPU とそのログインしてコンパイルをする環境の CPU が違うことがあります。で FX10 もそういう、形になっていて、まあ、そうすると何が起こるかっていうと、コンパイルする環境ではその環境で動く実行可能コードを生成しないコンパイラーというのが必要になります。でそれも提供していましてですね、まあ、2つの名前で呼んでるんですが、オームコンパイラーというのはまあ、その CPU で実行可能なコードをコンパイルできるもの、例えばインテルアーキテクチャだったらインテルの、で実行できるコードを、まあ、生成できるコンパイラーのことをオームコンパイラーと呼ぶと。でまあ、スパコンセンターの中では、特に東大ではこのインタラクティブ実行のコンパイラーというのはオンコンパイラーになります。そうしないと実行しないできないコードを生成してしまうので、それは使いにくいことになりますから、インタラクティブ実行ではそのオンコンパイラーを使ってコンパイルすると。
一方ですね、バッチ実行ではログインノードの、アーキテクチャと違うコードを生成しますので、それはクロスコンパイラーと言われるコンパイラーを使って、コンパイルすることになります。まあ、ですがですね、大体これあまり差がなくなって、要するにコマンド的にはほぼ類似になっていて、まあ、東大の、まあ、富士通のマシンの場合はオンコンパイラーっていうのはコンパイラーの種類名、富士通さんが提供する、コンパイラーの、種類名そのまま打てば動くようになっていて、クロスコンパイラーの場合は PX をつけただけという、形に提供されています。まあ、この辺も確認すべきことになります。であとはですね、バッチジョブにどうやってジョブを投げるのかというところも重要ですが、これはですね、まあ、一般的にスパコンのシステムによります。で、まあ、多いのは NQS というシステムで、コマンドその NQS のコマンドを使って、ジョブを依頼するんですが、FX10 の場合はですね、富士通の、バッチ、ジョブの、スケジューラーに投げるのでコマンドがまあ若干違います。ただし使い方はそんなに違わないんですけども、まあ、コマンドの名前と、まあ、引数が違うぐらい、違うんですけども、まあ、それぐらいで使えるようになります。で主にやるのは PJ サブっていうコマンドで、打つと、そこに、ジョブスクリプトファイルですね、いわゆるどうやって実行させるのかのファイルを書いて、ジョブを投げると、まあ、それで、ジョブを投入できていて、まあ、あとはどのように、ジョブが流れているのかを確認したりするコマンドを知っていればスパコンの上にジョブを投げれることになります。でまあ、ちょっとここは割愛しますけど、インタラクティブジョブも、どうやって使うのかってことなんですが、まあ、東大センターの場合はバッチジョブの、コマンドを叩くことで、どっかのノードに、ジョブが投げられる形でログインして、あとはそれで、コマンドライン上で実行できる形態で、普通に使えるようになっています。この辺も、まあ、スパコン依存なんですが、使い方としてはこういう例があるというところを、まあ、参照することになります。で、あと、まあ、どういう資源があるのか、特にですね、バッチジョブの場合は、バッチ級っていうのがありますから、バッチ級のどういう名前の級があって、どういう資源を持っているのかっていうのを、知ることが重要なんで、そういうコマンドも用意されているんですが、まあ、この例のように、FX10 では PJ スタット、まあ、リソースグループというのを指定すると、使える級の、リソースグループっていうのが、まあ、出てきたり、今、使えるかどうかっていう情報が得られます。ですので、まあ、こういう形で、スパコンの上では資源の特にジョブの Q の、情報を、確認してから使うと。でさらに詳細な情報も、出るコマンドがあるので、こういうコマンドを駆使して、まあ、ジョブを依頼していくということになります。でここは、まあ、ちょっと例なのでこういう形になります。でここから重要なんですが、ハイブリッド MPI の時に、まあ、どうやってそのまあ、MPI を起動するのか、これが重要になるんですけども、それはですね、スパコンの場合は先ほど言った Q に投げる、スクリプトをですね、そこに、MPI の起動の書き方を、指定することによって、MPI だけで実行するのか、まあ、ハイブリッド実行を、するのかを、切り替えることになります。なのでちょっとここで紹介しますと、まあ、例えばですね、このハローピュアテンバッシュという、まあ、ジョブスクリプトファイルですね、これは C 言語だろうとフォートランだろうと関係なく共通で、こういうスクリプトファイルの例を考えますと、最初はまあバッシュを使いますよという指定を書くんですが、次に書くのは、レクチャー級という級に、まあ投げますよということを書きます。でこの最初のシャープ PGM というのは富士通 の, スケジューラーへの指定ですから、これは、まあ、いわゆるコマンドみたいな形になっています。で次に書くのは、どのぐらいのノードを使うのかということを書くわけで、この例の場合はノードイコール12と書くと12ノードを使うと。でこの12ノードというのは豆腐の、ネットワークで管理られる 1豆腐の、まあ、単位、効率よく使うという意味でこういう12ノード単位で使うことを指定しています。で次は重要で、 MPI のプロセス数の指定を、ここで指定します。でこれ190になってますから、この数は、まあ、ちょっと切りの悪い数字ですけど、これ実は12ノードを、それぞれの中に16コアありますから、かけたものですね、全ての、12ノードの全ての CPU を、使い切るプロセスをここで指定することになります。であとは、まあジョブの実行時間の指定、まあ、1分ぐらいのジョブだと書いて、最後の1行、これが MPI の起動コマンドで、この場合は MPI ランハローというハローという実行可能コードを実行しますよというのを、書くだけですね。でこれはハロープログラムっていうのは最初の、MPI の、ところで説明したように、ハローパラレルワールドっ
要するにMPI を使ってハロープログラムを起動するものなんで、それを呼び出していることになりまして、まあ、この場合は MPI プロセスごとにプリントでハローって出るので、192個のなんかプロセスで実行してハローが出るようなものになるんですが、まあ、いずれにしろこういう形で書くということです。でこれはですね、実はピュア MPI って言葉で呼ばれていまして、これはなんでピュアかというと、この世の中に MPI のプロセスが存在しない形で並列処理を行うからピュア MPI という形になります。でこれはFX10 の1ノードで考えると何が起こっているかってことなんですが、これ16個の、まあ、コアがあります。その時に MPI プロセスは全部使って、MPI の実行をしますよという形態になります。でこれは先ほどの JavaScript で指定できることになります。まあ、これハードウェアが変わってもこういうような考え方で、実行されるもの、これがまあピュア MPI 実行と言われるものです。でまあ、あとはですね、まあ、ジョブの実行なんですが、これはちょっとまあ演習でもないので、あまり詳しくは説明しませんが、まあ、初めてスパコンでの実行状況を見る方に参考までにちょっと書きますと、まあ、PJ サブっていうので、先ほどのハローピュアテンバッシュっていうのを投げると、ハロー、レクチャー級にジョブを投げられます。であとはまあ PJ スタットって書いて自分のジョブが動いているかどうかを確認した後、まあ、実行が終わるとなんかファイルができるのが普通で、この場合はなんかこの JavaScript ファイルに E と O が名前がついた、あと数字がついたものが生成されます。でここで一つなんか疑問が抱くと思うんですけども、普通 PC とかでやってると標準出力って画面に出るわけですね。だけどこのバッチジョブシステムでは、まあ、要は急に代入していつ流れるかわからないんで、要は自分がログアウトしてもまあ勝手に流れるわけなんですけど、そういうその画面出力とかどこに出てくるんだって疑問はあると思うんですけど、まあ、一般的にスパコンのシステムでは、まあ、PC で画面に出る標準出力っていうのはファイルに落ちて出てきます。でそれが2つあって、標準出力と標準エラー出力っていうのがありますから、それを2つに分けてファイルの中に、書かれて戻ってくるという形態が普通です。ですのでこの E と O っていうのは標準出力と標準エラー出力ですね、を2つに分けてファイルが出てくると。で、まあ、普通は出力っていうのは画面に出ますから標準出力ファイルになりますから、これを真ん中見るとこのサンプルの場合はハローパラレルワールドっていうのが192個出てるっていうことになります。まあ、こういう形でまあ、スパコンの上では実行していくことになります。でこれをですね、まあ、ハイブリッド化するとどうなるかっていうことなんですけども、ごめんなさい、これはさっきから書いた話したことです。一般的にこういうような形で、ファイルに出力がされていくと。でこれをハイブリッド化するとどうするかなんですけど、実際はですね、実行のさせ方は変わりません。ていうかコマンドを打つ意味で実行のさせ方は変わりません。まあ、ただし JavaScript の中身が変わるのが、違いになります。ですんで、まあ、実行のさせ方は先ほどと同じように Pure MPI の時と同じように PJ sub というコマンドで、まあ、ジョブを投げると、まあ、例えばこれ Hello Hybrid 16っていうのをまあ投げて、実行しているか確認して、同じように標準出力とエラー出力で出て中身を見るということをします。なので、まあ、使い方としては一緒なんですが、じゃあどういうふうに変わったのかというのをちょっと確認しておきたいと思うんですが、この例ですね、この HelloHY16 というのがこれハイブリッド実行の実行例なんですけど、こうやって使うのがまあ普通です。で何が違うかというと、まあ、最初はこれ同じですね、ピラピラに投げるというのは、まあ一緒でいいと。で12ノードはまあこれノード数なんで、ここは変えなくていいと。で違いはですね、このシステムではこうなります。 MPI のプロセス数をここで12に指定します。でこれは何を意味しているかというと、1ノードに1個だけ MPI の、プロセスを実行させろという、意味と同じになります。なので、こういう書き方をまずするのが違いです。であとは、ここで、経過時間を書くんですが、でここでもう一つ違いがあって、ここに OMP ナムスレッドということで、スレッド実行の、数を書くということにします。でこれは何で必要かというとですね、MPI の実行だけだとここに書いてあるように192個もあるんですけど、12コアしか、この前プロセス12個ですか、使い切ってないんで、資源が無駄になるわけですね。なので1個の MPI プロセスから16個のスレッドを生成することで、1ノードなら16コアを使い切るというために、ここで、スレッド実行の、環境変数に指定した上で、あとは MPI ランするという使い方になります。でこういう使い方がハイブリッド実行するときでも、まあ、行われることで、実行の形態自体はそんなに変わらないということになるわけです。
で今やったことを、ノードレベルで確認しますとこういうことで、NPR 起動するときに、まあ、これ実はどのノードあのコアに実行割り当てれるかはあの OS が決めるんでわからないんですが、まあ、仮に、まあ、0番に起動されるとすると、まあ、ここにポンとあの起動時には NPR のプロセスが、できます。まあ、その後プログラムの中で、スレッド並列をしているわけですから、ここから、いわゆるフォークされて、16個の、スレッドが、動く。このスレッドは1コアずつ割り当てられて全部の資源を使い切るという形態が、あのピュア NPI の実行の形態になります。まあ、これがあの使い方あのですが、まあ、あとちょっと注意すべきところはですね、これも結構私がセンターとかでやって質問来るんですけど、 NPI をするときに自分であのフォートランとか C のコンパイラーを使った後で、MPI のなんかリンクを使って、なんかやろうとする人がいて、そうするとですね、あの場合によってはですね、MPI の、関数がないということでコンパイルできなくなることがあります。でこういう目に合わないために普通やるのは、あの普通スパコンセンターどこでもですね、MPI 用のコマンドってあるんです。 MPI をコンパイルするためのフォートランのコマンドとか C のコマンドがあって、まあ、それらは大体ですね、フォートラン90の場合 MPIF90 とかC の場合は MPICC とか C++ の場合は MPIXX とか MPIC++ とかあるんですけど、このコマンドを使う方が無難です。あのですので、まあ、これを使ってコンパイルしてください、 MPI の、プログラムはっていうのが、まあ、注意点です。で一般的にコンパイラーオプションは、逐次の、コンパイラーと同じになってますから、そこは変えなくていいというのが、注意するところです。であとですね、ハイブリッド MPI 実行するときの注意は、これもよく起こることなんですが、あの先ほど示したように、あの起動する MPI のプロセスの数と、まあ、使用する OpenMP のスレッド数が、利用コア数以下でないと、まあ、動かないようになっているのが普通です。でこれは実はハードウェア依存でして、あのインテルのハイパースレッティングとか IBM の、 あのシミュータリーマルチスレッティングとかある場合は、物理コアではなくて、あのいわゆるあの論理コアといわれる、コアが別途あってですね、あの物理コアよりも多くの、スレッド数をこの足し算で合わせられる数が立てられるものがあるんですが、まあ、一般的にはコア数以下でないと動かなくなっていて、エラーが出たりするので、これは環境に応じて確認してください。これは、まあまあ、直感的に考えると当然で、あの全部 CPU あのコアと、プロセスもしくはスレッドで使い切る数というのを一致させたときが一番性能がいいわけですから、それでしか動かないように、いやそれ以上では動かないようになっている。でですね、注意すべきところは、ハイブリッド実行の場合、1ノード台にあの FX10 の場合は16個の、コアがあるから、まあ、1ノード内に 1MPI プロセスにして、あとは16個のスレッドを使って実行する形態が一番早いとは限らないと言えます。でこの理由はですね、あの OpenMP の時に言いましたように、あの8スレッドを超えてくると OpenMP によるスレッド並列実行の効率が落ちてくるので、必ずしも全部コアを使い切ってスレッド実行する OpenMP 実行が早いとは言えないわけですね。まあ、そのために結構いろんなパターンで実行してみて早い組み合わせを見つけるというチューニングが必要になってきます。であとちょっと横にそれるんですが、これもあの最初にスパコンを使われるときに質問が来る例で、ちょっと注意していただきたいことの例なんですけど、リダイレクトですね。特に MPI 実行のリダイレクトはそのままではできないことになっている、あのシステムが普通です。まあ、例えば A 点アウトというところにインテキストというあのインプットをしてアウトに出すという、この書き方がまあできないようになっています。まあ、理由はですね、MPI でこれをまともにやってしまいますと、すべてのプロセスに、まあ、インをなんか読み込むような処理が入ってしまって、それが非常に、まあ、あのデータ移動がすごいあるプログラムになってしまうわけです。そうすると性能、システム全体の性能を劣化させてしまうので、これはある程度効率のいい、こと、書き方に内部で提供されているものにしないといけないので、こういう書き方ができないようなシステムになっていることが普通です。で、まあ、ですがですね、こういうあの、まあ、リダイレクトやらないといけない状況っていうのはありますから、専用のリダイレクト命令が普通は用意されていて、まあ、富士通の場合はあの、まあ、ここに書いてありますように、 MPI ランなどに STD インして、そのインプットのファイル名を指定して、アウトは、まあ、STD アウトか OF アウトっていうのを書いて出力のファイルを書くと動きますから、これもあのマニュアルに絶対書いてありますから、これを調べた上で使うというのが一般的に、まあ、こういうふうになっていることがありますので、確認してみてください。
はい、概要でもうちょっとあの細かい例を後から見てくるんですが、並列処理の指標としてですね、最近あの、よく出てくる指標があって、これをちょっとあの理解しておかないとなかなか性能評価ができないということがあるので、ここではあの2つの指標を新たに、紹介したいと思います。1つは弱スケーリングという指標と、あとは強スケーリングという指標です。で、弱スケーリングという指標は何か、これウィークスケーリングとも呼ばれますけども、こういうような形で実は性能評価をする指標っていう、ことです。で、実はこれ弱スケーリングっていうのは、従来よく使われてきた、並列処理の指標になります。あ、すみません、弱スケーリングっていうのは実はあの最近出てきた指標ですね。ですので、これを用いて、よくあの並列処理の、性能を評価すると、プログラムの性能を評価するということが、されています。で、これはどういう概念かっていうと、ノードあたりの問題サイズを固定して並列処理時の全体の問題サイズを増加することで、性能を評価をする方法です。で、これはどういうことかっていうと、この下の図にありますように、1ノードあたりの問題サイズ、例えばこんなようなサイズだとすると、これ概念的に示しているので、こんなような話になるんですけど、8ノード実行の場合はこういうサイズで全体実行することになる。で、64ノードになると、これ1ノードサイズ同じですから、こういう全体での性能で実行することになって、要は8ノードよりも、リニアにあの大きいサイズを実行できる、評価になります。で、これはですね、なんでいいかっていうと、例えば問題サイズ N の時に計算量がオーダー N である場合は、これ1ノードあたり、これ並列実行してますから1ノードあたりの問題サイズは変化しないので、計算量は見た目変化しないことになります、通信を除くと。ですので、並列処理の規模を大きくしても、あの通信時間が変わらないんであれば、実行時間が変わらない、問題サイズだけどんどん大きくなっていくんだけど実行時間は変わらないという、実行ができるという意味で結構理想的な実行スタイルになるということです。ただしですね、これがどんどん増えて3万どころ54万になりますと、一般的に通信時間が増えていくため、そういうふうにずっと速くなっていくわけではないんですが、そういう本当にずっと速くなっていくんだろう、時間が変わらないんだろうかっていうのを見るために使われる指標になります。で、これ該当する処理は要解法のシミュレーション全般ではこういうような評価、弱スケーリングを使って評価することがあります。因解法でも連立方程式の解法で反復解法を使う場合には、この弱スケーリングというのが使われることがあるので、現在比較的多くのアプリケーションでこういうスタイルで評価されています。で、これが弱スケーリングってものなんですけども、もう一つですね、強スケーリングとストロングスケーリングというのがあります。で、これがですね、従来、評価されていた代数効果でよく使われていた、測り方になります。で、これ何かっていうと、全体の問題サイズを固定してノード数を増加することで、全体の整理処理の時間を、見ていくという方法です。で、例えばこういうような全体のサイズがあると、このサイズは変えずにですね、8ノード前はこうちゃんと8等分したサイズで、ここを1ノードあたりのサイズを、分担させて実行すると。で、64ノードに増やすと、こう全体サイズ変わりませんから1ノードあたりのサイズは小さくなっていくという指標です。で、こうやりますと理想的な実行時間というのはノード数に反比例して減少していくようなものが、一番理想になります。ただし、ノード数が増えていくとですね、1ノードあたりの問題サイズが小さくなって演算時間が小さくなる上に、通信の時間というのは、これ増えていくのが普通ですから、通信時間の占める割合が増大していくため、理想的な実行時間の減少が、減点されるような、ことになっていくのが普通です。ですから、こういう実行時間、理想的な実行時間の減少がどこまで、減っていくのかを見るために、こういうような強スケーリングを採用すると。で、強スケーリングを採用する処理は何かっていうと、一般的には計算量が膨大なアプリケーションが強スケーリングで実行せざるを得ないことになります。特にですね、弱スケーリングっていうのは計算量的にはそんな多くないものだと、どん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 大きなサイズを実行できるんですけど、強スケーリングを採用するアプリケーションっていうのは実は計算量が多いので、もう絶対 の演算時間を大きくしていくと、どん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 計算時間が多くなってしまって実行できなくなるアプリケーションってのは結構あるので、そういう場合にこれは使わざるを得ない。例えば連立位置方程式を解く密行列の流分解とか、あとハイパフォーマンスインパクトとかもそうなんですけど、こういうものはデータが N の事情に対して計算量オーダー N の3乗なんで、これ全体のサイズを大きくすればするほど、どん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 計算時間が増えてしまって実行できなくなってしまうんで、原則的に強スケーリングしか採用できないというアプリケーションになります。
まあ、このような形でこの2つの方向で、今、まあ効率が測られ測定されるということがなされている。で、まあ、ここにまとめましたけど、まあ、今日 弱スケーリングが適用できるアプリケーションというのは原則的に通信が少ないアプリケーションで、まあ、領域分割法により、まあ、並列化できるアプリケーションが多いと。で、主な通信は隣接するプロセスしかないようなものが多い。で、ノード数を増す と、実行時間の面で容易に大規模化できるもの。で、だから、通信時間の占める割合は超並列実行で、まあ、原則的に少ないアプリケーションが、弱スケーリングで評価されているというのが今の、スタイルです。で、まあ、強スケーリングの場合は、計算量が膨大になるアプリケーションで、まあ、全体の問題サイズが大きいものは実行時間の制約から大規模ができないので1ノードあたりのサイズを、まあ、小さくしてノード数を多くして実行せざるを得ない。そうすると通信時間の占める割合が増えていくので、まあ、超並列実行時に通信時間の最適化が必要になるアプリケーションで、こういう強ステークスケーリングで測られていることが多いということになります。で、ちょっと近年のアプリケーションの評価の、特にですね、リンパックにおける、まあ、特徴で問題的に特に私が問題だと思っている、強スケールの問題というのがあるんですけど、このリンパックで採用されているハイパフォーマンスリンパックとかはですね、密行列に対する連中方程式の解放のアプリケーションです。ですからこれ問題サイズと利用コア数で大体1ノードあたりのサイズの見積もりってできるんですが、まあ、特に2012年11月のトップ500で、まあ、実は1位のものっていうのは書いてないんで載せてないんですけど、2位3位6位とかを、まあ、調べてみたのがこれなんですが、これで見るとですね、見て分かりますように上位のマシンほど、コアあたりの問題サイズが小さくなっています。これ理由はですね、あんまり大きくできるともう1週間以上、もう1週間どころか1ヶ月になってしまって実行できないから、こういう小さいサイズでしか実行せざるを得ないという現状があります。ですので、まあ、上位のマシンほどコア値の問題サイズが小さくなって通信時間の占める割合が大きくなりやすいので、今後ですね、どんどんコアが大きくなって草に向けていくと通信時間の削減が確実に問題になっていくというアプリケーションですので、まあ、この辺から見ても注意する必要があるということが言います。はい、ちょっと横目にそれましたが、まあ、ここではハイブリッド MPI の、まあ、実行の、まあ、プログラムの作り方を、見ていくんですが、その前にですね、ピュア MPI の作り方を、もう一回おさらいしておかないと、ダメですので、簡単に、この辺を、まあ、例を挙げて紹介したいと思います。でですね、MPI の時に話しましたけど、 MPI の大前提というのがあって、これ MPI のプログラムというのは SPMD になっていて、対象のメインプログラムはすべてのコア上で同時に起動された状態から始まるという前提で、処理がされます。で、分散メモリ型並列計算機で共有メモリではないという前提になっています。まあ、ですから、こういう状況で、並列化していくときにスミュードのアルゴリズムの考え方を適用して並列化していくのが普通になります。で、例えばこういう、まあ、密行列とベクトルの積を、書く場合ですね、こういう内積演算の上に、まあ、行あたりのループがあるような形で、まあ、普通書くんですけど、これをまあ、ピュア MPI で並列化するとき何を考えるかっていうと、この行列データを、まあ、分けると、これがデータパラレルというかデータを、まあ、違うものにすると、まあ、ただし演算っていうのはこのループ中に書かれている内積の部分は一緒、これがだから SPMD の考え方で、これをやるためには、ですから、まあ、アクセスするデータの範囲を変えるんですけど、このプログラムの場合何をしたらいいかっていうと、このループの参照範囲を変えるっていうのが一番やりやすいやり方になります。で、その時に例えばプロセス、これ4並列でやる場合はプロセス0は、まあ、0から n-4 のサイズまで回せばいいというループで計算すればいいと。で、プロセス1は n-4 から n-4÷2という形でこういうループで回せばいいというふうに、実行すればシムドの考え方で、並列化できることになります。まあ、これを、まあ、MPI で書けばいいわけです。で、フォートランでも、まあ、こういうプログラムの並列化するときは一緒になります。で、こういう、並列化するときに、まあ、考えることは、まあ、よくやるのはこう配列 ANN のサイズを取ったときに、MPI は、最初に、まあ、個別のもう ANN と書いてあるんだけど個別 の、 配列が用意されて、これ P って書いてあるのはプロセスだと思ってください。まあ、起動すると、そうするとあとはランクですね、ランクを指定した配変数を MyID だとするとこういう形で、MyID と書いてあるんだけども実行時には異なった値が入っていると、仮定します。
こういう形態で起動されると、まあ、こういう状況でプログラムを作っていくんですけども、並列プログラムの開発の指針としてまず一般的にやらないといけないことは最初にやらないといけないのは並列処理のプログラムをいきなり書くんではなくて正しく動作する逐次プログラムをまず作らないといけない。これは当然なんですけどこれをやると。でその時に、このプログラムで、逐次プログラムで適切なテスト問題を作成すると。で、そのテスト問題の実行においてこれも適切な処理の単位ごとに正常動作する確認演算結果を確認すると。でこういう要は切り分けた単位ごとに、答えがあるわけなんですけどもそれに対して、その逐次プログラムを並列化していって並列プログラミングを行う。で、ここでなんかバグが起きるんですけども、実行動作して正しく動けばいいんですけど正常に動けばいいんですけどもし動かない場合は、戻って、デバッグする。その時に、逐次の結果と、一緒になるかを、見ていくと。そうするとアルゴリズムが間違っているのか通信が間違っているのかというのが切り分けられるので一般的にはこういうような段階を経て、ピュア MPI のプログラムを作っていくことになります。で特にですね数値計算処理の場合はですね、これいろいろ問題に依存するんですがこの適切な問題とか適切な処理の単位っていうのは何かこれ一般的なプログラムでは結構難しい問題でそういう研究する分野もあるんですけど、数値計算プログラムの場合は大体はですね一般的に分けると、基本ブロックというループ単位でいろいろ分かれているんですが数値計算の場合は数式レベルで記載できる単位ごとに、処理が分かれているのが普通です。例えば離散化するような部分とか、連立方程式解くんであれば、その LU 分解する部分とか、前処理前進代入とか後退代入とかいうような意味で、処理が分かれているのでその単位ごとに先ほどのことをやっていってデバッグを行うと。であと演算結果はどうやって調べるかってことも必要なんですが大体の場合は数値解析上の意味において検証するのが普通です。でこれは理論解が分かっている場合は理論解とどれだけ離れているか丸め誤差が範囲内かこれが分かれば結構最強なんですけどあまりこれが分かるケースはないんですが一部の演算については分かる、ケースがあります。そういうところで比べていくという、やり方をするのが一つで、そうじゃなくてもシミュレーションやる場合は何、かのサンプルプログラムの上で物理量が妥当的な範囲になるかを調べて、それが、入っていれば合っているとみなすということで検証する。でこの物理量とかわからない場合でも、逐次のなんか妥当と思われるものですね例えば実験結果と比べて妥当と得られるような数値が出ているようなものに対して並列化したものの誤差が十分小さいかとかを検証して、プログラムを作っていくのが普通なんで、こういうような形で、テスト問題を作って PIMPI の並列化をしていくというのが普通です。でちょっとずれましたけど先ほどの例だと、こういうような方針のもとに一番簡単に並列化するやり方っていうのが大体ありまして、それを示しますとその先ほどのシムドの考え方でこういうループを、並列化していくとこのループを分割してこう並列化するときにこういろいろやり方があります。で一番簡単なやり方は元の配列 A っていうのを、逐次と同じように n×n の大きさを取ってよいとすると、ここもこういう仮定を置きます。その後、各プロセスは担当の範囲のみ計算するようにループと開始と終了値を変更する。先ほどの例のように変更する。この時に任意 のデータの分散方式を採用できます。ただし ここではブロック分散方式が採用できる場合には、このような形で書けばいい。でここで注意はですねこのループ4つあるから、4つ本当に最初私が授業を持った時に初めて並列化する人が4並列だからこう4つ全部ループ書いた人がいるんですね。でこういう書き方は普通はしてはいけなくて理由はこれ1万並列の時に1万個書くのかって話になるのでこういうような、実行ができるような汎用的なループの書き方を見つけるっていうのがプログラミングの作業になります。でその時にですねブロック分散を採用すると簡単に書けて例えばこの IB っていうブロックサイズを定義する、やり方これだって N っていうサイズを持っているとすると N 割る全体のプロセスで割ったのを IB として、ループの回し方は自分の ID 番号が入った変数 IB かける IB を、最初の値として終わるところはこういうこの値ですね。こうすればですね一文で書けるわけです。こういうような形で並列化しておくと。でこうするとですねこれ嬉しいのはですね1の前提で、大きいサイズの配列をもう
逐次のように取っていいですので、実は2で並列化が終わってしまいます。まあ、若干通信が入るかもしれないですけど、ループに演算に関してはこれで終わってしまうということになります。まあ、ただしですね、逐次と同じサイズで行列を取ってますから、今1ノードのメモリサイズでしか N が取れない。すなわち全体のサイズは1ノードのサイズで規定されてしまう並列化になるんで、まあ、それだと本当の並列化とは言えないんで、これが終わった後で3番に完全に分散されたデータだけを持つようにして、ループのコードを書き換えると。で、書き換えるのは当然最低限のメモリ範囲内しか持たないように、それに適合するようにループを書き直すというやり方で並列化して、この3段階を減ることによって、まあ、なんていうか無駄な、デバッグをしないで済む並列化っていうのが、まあ、達成できます。まあ、こういう形で並列化を徐々にしていくっていうのが一般的に捉える方法です。で、フォートランの場合は、まあ、一緒ですね。これはループの開始と終了値にちょっと考える必要はあるんですけども、まあ、それの違いで原則的に同じようなやり方で並列化していくことができます。で、あとデータ分散に関する注意なんですが、このデータ分散は、まあ、任意的にどんなも取ってもいいんですけど、まあ、一番いいのはブロック分散とかサイクリック分散とか数学的に簡単な分散方式が良いです。これちょっと後から理由があって、まあ、ループとか要するに余分な情報を持たずに済むというのが一番メリットになります。で、まあ、丸から三角としてはブロックサイクリック分散、これはブロック幅が任意なものです。で、この理由はですね、まあ、一般的にこうどんな任意度の高いデータ分散を採用してしまうと、そのデータ分散に関する情報を持つためのインデックスリストが必要になって、これが結構メモリ量が余分に必要になることがあります。で、これ、まあ、実際よく起こることなんですけど、例えば1万並列する場合、1万プロセス並列する場合は少なくとも1万次元の整数配列が必要で、これが何個もあったりすると、これがほとんどデータを持ったりするような事態になりかねないので、あまりこういう余分なリストを持ちたくないというのが一つですの理由です。で、数学的に簡単な方法分散を採用するとこういうの不要になりますから、非常にメモリは、こういう余分なところを気にしなくてもいいというのが一つの理由になります。で、さっきの方法をちょっとまたまとめるとですね、こう全体、N×N で大きく取ったんだけど一部だけ使って計算すると、こういうやり方をするとループの開始と終了値だけ変えるだけで、エンペア並列化ができてしまう。当然通信とか入りますけど、メイン計算の部分は一般的にこういうような変更だけでできてしまうので、非常に最初にやるべき並列化としては敷居が低いやり方になります。フォートランでも一緒です。まあ、ただしこういう計算をするとですね、これ全体のベクトル、例えば行列ベクトル積をするときに一部の部分しか当然計算されませんので、これを考慮して通信とかを書く必要があるんですが、ここでの主張は計算する部分が非常に簡単に並列化できるというやり方になります。で、まとめるとですね、一般的に最初にピュア MPI でやるべきことは、まあ、逐次と同じ、まあ、例えば行列データを持っていたときに各プロセスでそれを確保することでシムドの考え方を適用して逐次プログラムを容易に並列化できると、まあ、特にやるのはループの開始終了値のみ変更すれば並列化完成する形態です。で、この形態はちょっと OpenMP の時にも紹介しましたが、 MPI だろうと OpenMP だろうと両方ともできる並列化の基本になりますので、これが分かれば実は双方の差はあまりない、 OpenMP だろうと MPI だろうと並列ができることになります。まあ、ただしこのやり方の問題点は、先ほど言いましたように最大実行可能な問題サイズが利用ノード数によらず1ノードあたりのメモリで制限されるので、メモリに関するスケーラビリティがなくなってしまうので、次のステップに完全な並列化に進める変更を次にする必要があります。まあ、このようなアプローチを取ると、この後にメモリのスケーラビリティを増やすために、完全に分散された状況で並列化するときに実は複雑性を下げているので、この状況で動くってことは、実はこれを元にして完全並列なエンペアプログラムができるので、ステップステップでこう並列化していって無用なバグにはまることがないというのが経験で分かっていますので、こういう形で徐々に並列化していくのがいいと言えます。で、ちょっとまとめると、行列ベクトル積をピュア MPI 並列化した場合はですね、これと実際の処理はですね、行列ベクトル積になっていろいろ行列を集めたりしないといけない通信が入るんですけど、それは考えずに先ほどの考え方で行列ベクトル積だけを並列化したい場合は、実はこんな簡単にできてしまうわけですね。
先ほどのように、ブロック幅を決めてスタートとエンドを決めて、まあ最後だけちょっとこれ N にして、これ実は割り切れない場合の処理で、割り切れない場合の処理は最後に持たせると仮定するならば、最後のプロセスは N 番が最後にすると、これだけでまああの N ピア並列化がされてしまうので、非常にまあ簡単にピュア NPI の並列化ができることになります。これ C 言語の人で、ちょっとフォートランの人は同じなんですが、ちょっと配布資料間違っていて、 J エンドのところはちょっとあのマイナス1プラスがない、これ考えてもらうと分かるんですけど、これが正解なので注意してください。まあ、要は考え方は一緒なんですけど、ちょっとあの間違っていますので注意してください。まあ、全白フォートランの人も似た考え方で並列化ができるというところになります。であとですね、まあ、避けて通れないのは、全体の問題サイズ N がプロセスで割り切れない場合っていうのは当然必要で、その場合は配列確保もちゃんと、まあ、全体で分かる数を取っておかないといけないというのがあるんですが、先ほど言ったループ終了値を、まあ、考えた上で、並列化をするということが必要ですので、それを考慮して、まあ、実装してください。でこのやり方をすると簡単なんですが、意外によく起こる性能劣化の原因というのがありまして、これはですね、モッド N ナンプロックスが大きいときで、要は余りが多くなってしまうと負荷バランスが悪化して、性能が悪くなることがあります。まあ、例えば N10 としてナンプロックス6とすると、6プロセス実行とすると、普通にやっちゃうとこれ1個ブロック幅1になっちゃって、0から5番目は1個のデータで、6番だけ4個のデータを持つことになって、要はプロセス6が、負荷バランスが悪くなる。まあ、こうなる場合はさすがにちょっとしょうがなくて、これを気にする場合はやっぱり先ほどちょっとあまり良くないといったインデックスごとに、各プロセスの開始と終了値のインデックスリストを持つしかないです。まあ、そういう場合は例えば0番は1から2まで持ってるよっていう、こう i スタート i エンドの配列を用意して、このような形で十分に設定しておけば、負荷バランスは均等になります。ですので、まあ、負荷バランスを取るのかメモリ量を取るのかの、まあ、あのトレードオフなんですけども、負荷バランスが、こういう余りが出てしまって非常に負荷バランスが悪くなるプログラムは、こういうようなインデックスリストを導入して、並列処理の負荷バランスを良くするってことは受けられないし、まあ、よくやることなので、こちらもまあ注意してみてください。で、まあ、こういうような、ピュアNPI の実行があったときにハイブリッド化をしていくんですが、まあ、それで基礎的な話を今からしますと、まあ、ピュア NPI というのは世の中に NPI しかない実行だっていいんですけど、ハイブリッド NPI って何かというのをちゃんと、まあ、ちょっとここで話しておきますと、まあ、本当、まあ、正式な意味はですね、並列プログラムで NPI と何かを使って並列化することです。で、何かは実は何でもいいんですが、今はオープン NP によるスレッド実行が主流でして、ハイブリッド NPI っていうとオープン NP によるスレッド実行っていうのが今、みんなが思っていることになります。まあ、ただしこれ言葉の意味的には何でもいいわけです。で、最近よく出てくる言葉として MPI プラス X という言葉で呼ばれることもあります。で、この X は何かっていうと、まあ、ハイブリッド NPI とこれは実は同義で使われるんですが、まあ、X はオープン NP であったり、自動並列化によるスレッド実行であったり、CUDA などの GPU 実装であったり、オープン NCC などの、まあ、ミニ GPU コア向き実装などを含んだ形でこれを表現することがあります。で、現在ではこの X が何に行くのかわからないので、まあ、オープン NP というのはまあ結構固まっているんですが、CUDA に行くのかオープン NCC に行くのかわからないので、こう呼んでいる NPI プラス X の実行形態と呼んでいるというのが現状です。で、目的なんですけど、先ほどあまり言ってなかったんですが、ハイブリッド NPI はなぜやるのかというと、ピュア NPI 実行の NPI プロセスに対してハイブリッド NPI にすると、同じ資源量を使い切るときの NPI プロセス数が減ります。で、減ることによって通信時間が減って早くなる、これを目指して、プログラミングすることになります。で、具体的な例を挙げると、東京大学の FX10 全景を使うとき4800ノードあります。これ7万6800コアです。で、ピュア NPI 実行だと7万6800プロセス実行になります。これが、ハイブリッド NPI 実行で1ノード16スレッド実行すると4800プロセスまで当然落ちますね。だからプロセスが16分の1になって、この分の差が出て、通信時間が削減されて早くなるというのが、ここでの目的です。で、これもですね、まあ、ハイブリッド NPI プログラムを作るときの指針なんですが、当然ながらピュア正しく動作するピュア NPI がないと進みませんので、最初にピュア NPI の、プログラムを作る
その時に次にやるのは、それをもとに OpenMP を用いて対象カーネルをスレッド並列化していくということをします。で、性能評価して不十分な場合には、まあ、OpenMP によるチューニングを行うということをしていくというスタイルが普通です。で、あとは、まあ、カーネルのチューニングですから、これ終わった後には、まあ、全体で問題がある場合は通信時間をチューニングしていくという手順になるので、まあ、こういう形で作っていくことになります。で、先ほどの、まあ、簡単な例ですね、行列ベクトル積をハイブリッド並列化する場合、実は簡単楽勝で、元のプログラムはこうなっていたので、一文こう OpenMP パラレル4を入れるだけでハイブリッド化が終わるので、これは非常に簡単な例です。で、ここで後から出てきますけど、注意はですね、これ実は性能的には結構複雑な状況になっています。というのは、MPI 化で、このループが小さくなっているんですね。このプロセス数で割った分のループ長しかない上に、そこの上に、スレッド並列しようとしていますから、元の逐次のプログラムに対してプロセス数に依存するだけループ長が小さいものに対して、ハイブリッド、OpenMP 並列化をしていると。だから、スレッド並列化がそもそも困難なプログラムにこれでなっているというところが、実はここの問題、本質的な性能の問題であると言えるんですけども、まあ、そういうような、プログラムになりますので注意してください。フォートランの人はまあ一緒、こちらさっきの間違いがあるので、ここも注意ですけど、やり方としては一緒になります。で、ここで注意はですね、ハイブリッド MPI 実行すると、先ほど言いましたように MPI プロセスに加えて、加えてですね、スレッド、これちょっとプロセスじゃないな、スレッド数がチューニングパラメータとなって、複雑化されます。だからここはスレッド数がチューニングパラメータとなって複雑化します。 FX10 の場合、こう16個のノードコアあるんですけど、1ノードあたりに MPI プロセス8スレッド実行というのは当然ハイブリッド実行になりますし、 MPI プロセス4スレッド実行も、まあ、当然1つの、形態になるので、このスレッド数の、チューニングパラメータが入ってきてしまうところが、まあ、1つの、まあ、チューニングのポイントとして増えてしまう。で、あとですね、 CC ヌーマの計算機、先ほどの T2K オープンスパコンの場合では、ハードウェア的にはローカーについているメモリーごとに、スレッド実行するのが早いと思われるので、まあ、何も考えないとこういう形態が早くなることも、これで、分かります。なんで、例としては 4MPI プロセス4スレッド実行を1ノードあたりやるのが、ハイブリッド実行で一番早い。これはハードウェアの意味合いでですね、実際早いかどうかは分からないんですけど、ソフトウェアのそのOpenMP での、スレッド実行の効率に依存しますけど、ハードウェアの意味合いではこれが最適になるということがありますから、こういうことも考えてチューニングしていくのが普通になります。で、まとめますと、ハイブリッド MPI 実行の性能、実行効率を決める要因は、ハイブリッド MPI 化による通信時間の削減割合ですね、と OpenMP で実現される、演算処理のスレッド実行効率で決まってきます。で、特に2が注意が必要で、まあ、単純な実装だと、経験的に8スレッドを超えるとスレッド実行時の代数効果が悪くなるので、8スレッドを超えるような、ハイブリッド MPI 実行っていうのは、まあ、効率が悪いことが予想されます。最適ではないってことがそもそも予想されるんで、この点を考えてチューニングする必要があります。で、特に、スレッド実行を、早くするためには OpenMP 使ってますから、すでに説明したファーストタッチを適用することっていうのが一つあります。まあ、あと、メモリ量、演算量を増加してもスレッドレベルの並列性を増やせば、結果的に演算量が増えた分よりもスレッド並列化の度合いが大きければ勝つことがあるので、こういうふうにやって速くして、ハイブリッド MPI 化全体の速さを、高速化するというのが一つの方法です。で、あと最後ですね、最近そういう事例が増えてくると思うんですけど、アンローリングなどの高速化手法をスレッド数に特化させてチューニングしないと、正しいハイブリッド実行の、性能を実現していないことがありますので、特にスレッド数がこう変化する場合はちゃんとここもチューニングしないと、正しいハイブリッド実行の、効果が得られないということがありますから、これも注意が必要な点になります。で、あとですね、実際今多くのプログラムハイブリッド並列化しているんですけど、ここでよく出てくる事例が、まあ、いわゆる基調で考えることではなくて、実際測ってみるとですね、通信時間が多いんじゃないかなと思っていたら、その内訳を見るとデータコピーの時間が通信時間より大きいことがあります。で、一般的には要解法とかだと袖領域ってところを、まあ、パッキングしてデータにコピーして送って書き戻すってことはするんですが、その部分が飛び飛びのアクセスになって、普通はむちゃくちゃ遅くなるんですね。で、それでその時間が非常に時間かかってしまって、さらにハイブリッド実行ですから、そこは逐次で動いてるんです普通は。
あのコピーというのはオープン MP 並列化普通していないことが多いので、なんで余計コプあのパッキングとアンパッパッキングというこういう時間が見えてきちゃって、ハイブリッド実行 自体の性能を悪くしているということが、まあ、多くあります。なので、一つやれることはこのコピー時間もハイブリッドあの要するにオープン MP 並列化するというのがあるんですが、これ注意しないといけないのはこれをやるとむしろ遅くなる機種もあったりするので、これがまたトレードオフでチューニングポイントで難しいことになります。まあ、なのでこの辺を気をつけてやると実はハイブリッド性の MPI の性能がもっとよりもなんか性能が出なかったって人はいけない、出るようになることもあるので注意する必要があるというのは経験的なコメントです。で、何回も言いますとハイブリッド MPI の起動方法は解説したようにスパコンごとによって違うんですが、普通はバッチジョブシステムを通じて MPI 数を指定して実行コマンドでオープン MP スレッズ環境でスレッド数を指定して実行することをします。でこの時に CC ヌーマンアーキテクチャの場合は MPI プロセス割り当てを期待する物理ソリッドに割り当てないとハイブリッド MPI の実行が効果がなくなります。これは先ほどの T2K の例のように 4MPI スレッド実行するときは指定するソケットに 1MPI 実行させないとですね、困るわけですね。1ソケットに全部 4MPI スレッド MPI プロセスを割り当てちゃうと全然意味がなくなるの でそのプロセス割り当てをやるコマンドっていうのが普通 Linux だと NUMA コントロールってコマンドが用意されていて、これで割り当てて、実行するスタイル、これがハイブリッド MPI の、実行スタイルで、まあ、よくやられていることなので、これも確認してみてください。でスパコン環境によってはどのプロセスにどの、コアに割り当てるのかを指定できる方法が書いて あることがあります。でそれを使って、予定するように、プロセス MPI プロセスを貼り付けて実行するというのが重要になるので、ここも、チューニングするポイントになります。で、あとですね、まあ、数値計算ライブラリを使っている場合は実は何も考えなくてもハイブリッド MPI 実行ができるというケースが、まあ、あります。まあ、できないものもあるんですけども、まあ、特にですね、密行列ライブラリで、スケーラーパックとかは使われている場合は何もしなくてもハイブリッド MPI 実行をサポートしているのが普通です。まあ、理由はですね、スケーラーパックというのは MPI 実行をサポートしていて、スケーラーパックはラパックを作られていて使って作られていて、ラパックはブラスを使っていて、ブラスは、まあ、普通はスレッド実行をサポートしているので、ハイブリッド MPI が実行できるということになります。だからブラスレベルで、スレッド実行をするハイブリッド MPI 実行というのが、まあ、スケーラーパックでは普通はできるということです。でブラスライブラリはスレッド並列化が用意されているので、OMP NUM スレッドで並列度を指定していれば実行できると。でここで注意はですね、ブラスで使用するスレッド数が利用可能なコア数を超えるとスパコン環境によっては動かない。でもし動いたとしてもすごく遅くなるということがよく起きますから注意が必要です。これはですね、ブラスを呼び出す側がスレッド並列化していて誤って並列化されスレッド並列化されているブラスを呼び出すとこういうことが起こって、結構これも質問がきますので注意してください。自分でこう扱っているスレッド数をだから考慮した上で、呼ばないと、期待する性能がまあ、エリスタイン性能を得ることが できなくなると。であとさらにちょっと注意しないといけない、これは並列処理の世界で当たり前なんですけど、応用アプリの分野で共同研究したときにこんなことあるのかとか言われたんですけど、一般的に逐次実行の演算性能がスレッド実行効率と比べて良いというのは当然あるんです。ですからやり方としてブラスのレベルでのスレッド実行を使うのではなくて、上位のループのスレッドが並列性があるのであればそれを使ってそのループから逐次のブラスを呼び出すというのが一番いい効率のいい形態になるので、もしそれができるのであればこういう形態で使ってくださいというのがあります。でこれ例なんですけど、なんかループがあると、 AK までもあるループがあって、でなんか DJ も呼び出すと。で普通は何もしないとスレッド並列化のブラスを呼び出すとですね、ここのレベルで DGM の中でスレッド並列化がなされます。まあ、ですがこの上位のレベルのスレッド並列化ができるのであれば、このループに対して OMP パラレルドゥと書いておいて、コール文でこの逐次のブラスを呼び出すと、これが一番まあ並列性がまあ効率が高い実装になるので、こっち側も使えるんだったら使った方がいいということになる。
でこれはちょっと実際の例があって、まあ、一例なんですけど T2K オープンスパコンで5等ブラス、まあ、そこそこチューニングされているブラスを使って、まあ、行列的なんですけどこれ実は高精度な行列的を研究しているところがあってそこで、もうアプリケーションにする場合にこれあの複数の行列的を呼び、まあ、まさにこんな形になっているわけですね。これで両者を比べた、データというのがありますから、まあ、お見せするとですねこれが結果なんですが横方向にスレッド数としてこっち側にあのいわゆるブラス内で、スレッド並列化する場合に対する速度向上ですね。なのでこの速度向上はこの下側の方が上側に対してどれだけ速いか分かったものなんですけどこれ見て分かりますね。 3.7 倍とかスレッド数が増えれば増えるほど差が開いていくと大体 3,4 倍差が出てしまうので、こういうような形で、まあ、逐次のブラスが使えて上位のレベルの、OpenMP 並列性を使えるんだったら それをやる方が断然速いというのはこれは普通の、ことです。まあ、ですのでこういう使い方をするというのも一つの、あのハイブリッド並列のやり方の、特にあのスレッド並列の部分の高速化のさせ方になります。であとですね、まあ、ハイブリッド MPI 実行の効果の例で、スケーラーパックというのが先ほど挙げましたけどスケーラーパックの例を、簡単にお見せしますと、まあ、これはあの対象は PDGESV これはあのレンチ方程式を解く三行列のレンチ方程式を解くルーチンです。でマシンはですね日立 SR16000 これは IBM パワー7ですね。で1ノードあたり4ソケットこれも CC ヌーマなんですけども、まあ、合計32コア、あります。ただこれ SMT 実行っていうのがあって1コアあたりに、あのスレッドとか2プロセスまで貼り付けられるんで64ロンリースレッドまで動くという、まあ、ちょっと面白い計算で、スケーラーパックは IBM さんの ESSL を使って、まあ、評価した例が、これになります。次になります。でこれが例なんですがこれ横方向はそのハイブリッド実行の形態でこっちの方はギガフロップス値を、出しています。でこれは、まあ、N3200 の例なんですけども、まあ、ここにあるのは、これがいわゆるピュア MPI 実行で64MPI プロセスで1スレッド要はあの全然スレッドをつけないやつです。そうすると大体902、ギガフロップスが出るんですけども、まあ、ここから先はハイブリッド MPI の実行の組み合わせになって、まあ、この例だと 32MPI プロセスと、OpenMP のスレッド実行だと思えばいいんですけども、まあ、こういう形態で実行しているものです。だから T が増えていくとこうスレッド数が増えていくわけです。で最後のやつは1ノードあたり1個の MPI プロセスで64個のロンリースレッドを全部使い切ったような形態になるわけですけど、まあこれでまあ比べるとこれ残念ながら2ノードなんでそんなに差が出ないんですけどもこれが増えてくるともっと差は顕著になるんですが通信の削減という意味では顕著になるんですけども、まあ一つ言えることはあのまあこのピュア MPI 実行に対して 5% ほどこの 2MPI プロセスと32スレッド実行が、まあ、早いわけですね。この状況でもだから こっちで実行する方が、まあ、メリットがあるということになります。まあ、このように、まあ、こういうようないろんな形態を調べてみると、チューニングポイントになって、早い場所を、見つけることができます。であとですねこれも経験的なところで注意しないといけないところはあの MPI 化および OpenMP 化する場合にですねどんなプログラムでもループの構造を逐次から変更しているわけです。あの先ほどの SIMD の例のように1から N まで回るループをなんか iStart から iEnd まで回すようにします。でこの時にコンパイラーに依存しコード最適化が並列ループに対して効かないコードを MPI 化した時に、生成することが多々ありますので注意してください。この場合ですね MPI 化した瞬間に、逐次の演算性能が悪くなって台数効果が悪くなります。ですのでこういう状況になると、まあ、正しいあの並列プログラムになっていない、まあ、例えばループ変数に待機変数を使用するとコンパイラの観点からするとそのループが何をしているか分からなくなるので、最適化が効かなくなることがあります。これは普通のことですから特に注意してください。でこれはなんでこんなことを書くかというとですね普通あの MPI のプログラムは、MPI のランクとかは待機変数であることが多いんですね。これはあの待機変数でどこか定義して引き渡すので、そうなっていることが多い。でそれを使ってループの、値の変更すると何もしないであると待機変数をループの開始と終了値に書きがちになります。なので、こういう状況が生じるというこれ例を出しますと
C でもフォートランでもですね、先ほど のやり方で並列化するときに MyID っていうのがランク入って待機変数だとすると、まあ、こういうふうに書きがちなんですね。でこれを書いた瞬間にですね、コンパイラーはループの範囲が分からなくなります。でだから、これがそもそも行列ベクトル積だということも分からなくなって、まあ、このループの書き方の範囲でできる最適化をします。でところがですね、コンパイラーの中には普通に逐次に書いてあったら、あこれは行列ベクトル積だなと思って行列ベクトル積専用のコードを呼ぶことがあって、それでもむちゃくちゃ早いって場合があるんで、それに対してこれは遅くなるわけですね。そうすると逐次に対して並列化コードの演算性能が低下して代数効果全然出ないということになるので、これは注意してください。だからまとめると、上記の MyID は待機変数になっている場合が多くて、ディラック番号も普通記憶されているので、コンパイラーがループ特性を把握できる最適化を制限される場合があります。でこれを、まあ解決するにはですね、この MyID っていうのを使わず、先ほどの例に iStart、iEnd っていうのを局所変数で書いておいて代入すると、まあ、それは避けられるので、そういうような使い方をする。もしくは関数、これ言ったら関数化してしまって呼び出せば、それは大丈夫なんで、そういう、最適化を使うというのが、よくやることになります。だからこの辺もですね、実習レベルでよく起こっているので、これおそらく皆さんが持っているその専門のプログラムも起こっているんだと思うんですけど、あまり気にしてないかもしれないですね。単にこれは並列処理になって通信が遅いから遅くなったのと思っていると、実は演算部分が遅くなってコンパイラーの最適化が効いていないということが推測される例ですので、ちょっとそういう条件をもとに、自分のプログラムを見直すというのは結構重要だと思っているので、見てみてください。でまあ、ハイブリッド MPI プログラムのまとめなんですけど、まあ、全体的にこう細かくいったわけではないんですけども、まあ、ノード数が増えるほど Pure MPI に対する効果が、まあ、増えていくものになります。でこれは、まあ、あくまで経験なんですけど、 1000MPI プロセスを超えたくらいで、ハイブリッドの効果が出てきます。で現状でどれくらい速くなるのかというのは、これはアプリケーション依存でこうだとは言えないんですが、まあ、特に通信が多いアプリケーションではこれはかなり絶大になります。で特に私が持っているのは固有値なんですけど、固有値は通信多いんでこれ結構絶大でして、まあちょっと具体的な例は今論文書いている都合上言えないんですけど、まあ普通の、まあ、1万ぐらいの並列だと 2,3 倍は違いが出ています。で今後来るおそらく K 全形とかを使ったものと比べると十数倍違うと思われます。てかもうそもそも実行できないぐらいに Pure MPI が遅いことに なるぐらいのデータですので、おそらく今後ですね、 K もそうですし、次に来るマシンでも、まあ、Pure MPI の実行というのは、まあ、システムソフトウェアの観点で動くものは提供されるとしても、プログラムの観点ではちょっと難しいかなと。ハイブリッド化して通信の時間を減らすというのが、今後 X3 に向けて作っていく、動かしていくプログラムの作り方として、基本になっていくんだろうと思います。であとですね、ノードあたりの問題サイズが小さいほどハイブリッド MPI の効果が増大していきます。これは理由はですね、一般的にノードあたりの問題サイズが小さいと通信時間が見えてくるからです。なので、まあ、先ほど示した弱スケーリングよりも 強スケーリングの方がハイブリッド MPI の効果があって、強スケーリングが適用されるようなアプリケーションはよりハイブリッド MPI 化をしていかないといけないと言えます。まあ、具体的にはその連立方程式を解くようなものですね。データ数に対して演算量が大きいものに対してはこういう傾向になっていきますから、ハイブリッド化はしていかないといけないというところになります。まあ、以上ですが、まあ、あとはちょっと問題になりますけども、まあ、教科書買っていただいた方はサンプルプログラムっていうのが、まあ、まさにさっきの行列ベクトル積の例、簡単な例みたいなものは全て使えるので、これやっていただくのと、まあ、お手持ちの問題とかでハイブリッド化をやってみるというのが一番いい例題になると思いますので、まあ、そういうの例題があれば、やっていただくということになります。はい、以上ですが。